マディソン軍の橋は、ロバート・ジェームズ・ウォラーによる1992年のベストセラー小説である。1960年代のアイオワ州マディソン軍に住む、結婚はしているが孤独なイタリア人女性の物語である。ヒロインは、ワシントン州ベリンハムから屋根付け橋のフォトエッセイを書く、ためマディソン軍にやってきたナショナルジオグラフィックの写真家と不倫の恋に陥る。本作は、 実話の小説家という体裁にしてあるが、実際には全くのフィクションである。しかしながら、著者はインタビューで、主人公と自分には強い共通性があると述べている。この小説は20世紀におけるベストセラーとなり、世界で5000万部を売り上げた。1995年に映画化、2013年にミュージカル化もされている。ローズマン、ブリッジイタリアからやってきて、 夫や子供と共に、アイオワ州マディソン郡に住んでいる女性、フランチェスカ・ジョンソンが家族の留守中にこの郡にある屋根付け橋の撮影にやってきた写真家、ロバート・キンケードと出会い、恋に落ちる。4日間のジョージの末、二人は結局別れることになる。ロバートの死後にフランチェスカは亡き恋人の遺品を受け取る。ロバートは死後、仮装にされ、屋根付け橋である。 ローズマンブリッジで散骨されていた。フランチェスカは死後、仮装にしてはよ、ローズマンブリッジに巻いてほしいという遺言を残して亡くなる。アメリカでは1992年にワーナーブックスより刊行された。日本では村松清役が1993年に文芸春秋より刊行され、1997年に文庫化もされている。イギリスでは当初、 黒と白の愛というタイトルで刊行された。続編であるマディソン軍の橋修学賞が2002年に刊行された。主要な登場人物である二人が4日間のジョージの後にどうなったかを語るものである。二人は二度と会わなかったが死ぬまで絡み合った人生を生きた。2005年ハイプレームズ単語で三部作が完結した。この作品はウォラーが マディソン軍の橋修学賞を書いていて2作品分の題材があると気づいた時にできたものである。ロバート・キンケードの婚外子であるカーラ・イル・マクミランの物語である。サンフランシスコ・クロニクルはこの小説を叙情誌的で官能的、感性が豊かな ANI の物語と称賛する一方、エンターテインメントウィークリーは短く心を打つ物語でリアリティの ゴツゴツした切れ味を有するがゆえに、まさに感動的であると評した。不自然で、非現実的なダイアローグや、チンプなストーリーラインが、特徴の感傷的なお涙ちょうだいの小説だと、批判をした、批評家もいた。この作品は1992年8月に、ニューヨークタイムズのベストセラーリストに初登場し、ゆっくりと順位を上げて1位になった。 1995年10月8日まで3年以上に渡りリストから落ちなかった。マディソン軍の橋は1995年に同名の映画として本案された。リチャード・ラグラ・ベンレズが脚色を担当し、クリント・イーストウッドが監督した。イーストウッドとメルル・ストリープが出演した。マディソン軍の橋はミュージカル化されてトニー賞を受賞した。音楽と作詞は ジェイソン・ロバート・ブラウンが担当し、台本はマーシャ・ノーマンによる。このミュージカルは、ウィリアムズ・タウン・シアター・フェスティバルで2013年8月1日に、初演された。バートレット・シアが演出をし、キャストは、エレナ・シャドウが、フランチェスカ役、スティーブン・パスケールが、ロバート役であった。ミュージカルは、ブロードウェイのジェラルド・ショーンフェルド・シアターで2014年1月17日から、 プレビュー公演を開始し、2014年2月20日に、正式に公演開始した。ケリー・オハラが、フランチェスカ役、スティーブン・パスケールが、ロバート役であった。バートレット・シアが演出、マイケル・イヤガンが、セット担当、キャサリン・ズベアが、衣装担当、ドナルド・ホルダーが、照明担当であった。ハンター・ホスターが、フランチェスカの夫であるバド・ジョンソン役を演じた。 日本では2018年3月にロバート役を山口雄一郎、フランチェスカ役を鈴風道代で上演予定。フランスでは2007年に演劇形式でマリニー劇場において上演され、ロバート役をアランドロンが、フランチェスカ役をミレイ・ユダルクが演じた。ありがとうございます。